戻ったか、ノア。敵の様子を見てきたわ。残った戦力を必死でかき集めてるみたい。そんなことしても無駄なのにね。それからヘルシオールと紋章機は白き月へ向かうみたいよ。白き月？どういうことだ？多分紋章機の翼と関係があると思うわ。あれは一体何なのだ。リミッターを解除した姿。え？紋章機本来の姿と言っていいよね。多分エルシオールも同じだと思うわ。だとすると少々厄介なことになりそうだ。心配することないわ、お兄様。全部ノアに任せておいて。ノアにできないことはないわ。あの翼だってもう解析したもの。ノアの紋章機が負けるはずがないわ。それは心強いな。しかしあの5人にノアの紋章機を使いこなせるかも。ノアの紋章機は誰が乗っていても同じ。人間が乗ってさえいれば。それはどういう。どっちにしてもノアたちの方が先に白き月についちゃえば関係ないわ。ああそうだな。しかし奴らの方が足は速い。足止めが必要だな。そのお役目、ぜひともこの私にお任せください。シェリー、エオニア様のためあの紋章機を必ずや撃破してご覧に入れます。たとえこの命に代えましても。シェリー、お前は私の大切な部下だ。その気持ちはありがたいが、誤った真似だけはするな。あなた様のお役に立つことこそ私の望み、私の生きる意味そのものです。ご心配には及びません。今まで私がエオニア様の期待を裏切ったことがございましたか。いや、私が広告から追放された時も、それ以降も私の忠実な部下でいてくれた。今後もそうあり続けてくれることを期待している。奴らを打ち倒し、そして必ず戻ってこい。ありがたい幸せ。そのお言葉は私にとって何よりの力となりましょう。どうか吉報をお待ちください。ヘルハウンズ隊をお借りいたします。では。おかしいね。言葉が力になるの。あの人どこかにバグでもあるの？なるほど。白き月と紋章機、そしてエルシオールにはそんな秘密があったのか。確かに通信では話せん内容だな。データを見せてもらった今でも正直言ってまだ信じられんよ。
王国にロストテクノロジーの恩恵を与え、人々の敬意を集める白き月が、まさか兵器工場かもしれんとはのう。ところでルフト准将、艦隊の再編はどうなっていますか？あまり良いとは言えんな。破損した船の修理にも、周辺の兵力の集結にも、まだまだ時間がかかりそうじゃ。どちらにしてもエオニア軍と一戦交えるにはあまりにも力不足じゃよ。お前とエルシオールにはまた面倒な仕事を頼まねばならんようじゃな。まともに動けるのがエルシオールだけである以上、我々がやるべきことは決まっています。しばらく見ぬ間に成長したの。やはりお前たちにエルシオールを任せたのは間違っていなかった。ただ問題は船の修理と物資調達です。今後もエオニア軍との交戦があるでしょうから、どこかで何とかしたいところなのですが。しかしファーゴも惑星ロームもこのありさまじゃからな。そうじゃ、あそこならあるいは。惑星ブラマンシュじゃ。そう、かのブラマンシュ財閥の本拠地じゃよ。惑星ブラマンシュはちょうどここからトランスバール本線へ向かう途中にある。あそこなら補給地としてうってつけじゃろう。確かにブラマンシュ商会から補給を受けた前例もあります。今回も引き受けてもらえる可能性は高いですね。わかった、俺はブリッジに戻る。失礼します、ルフト准将。時にタクトよ、こちらで何か妙なことは起きておらんか？先ほど複数の兵から報告があってな、軍の施設や艦艇に侵入した者がいるらしい。それが妙な話でな、侵入者は金髪の少女だったというのだ。辺りを物珍しげに眺めておったそうでな。兵士がそれに気づいて尋問しようとしたところ、煙のように消えてしまったのだそうだ。どうしたタクト？その少女がもしエオニア軍のスパイだとしたら厄介じゃな。マイヤーズ司令、大変です。黒き月が動き出しました。惑星ロームの重力圏から離脱していきます。いかんな、エオニアに先手を打たれたかもしれんぞ。出発は早まりそうじゃな。わしも急いで自分の船に戻るとしよう。頼んだぞタクト。こちらも兵力が整ったらすぐに後を追う。本勢でまた会おう。はい、惑星ブラマンシュの軌道ステーションにて補給と修理に応じてもらえるそうです。
ション管制室から連絡です。最後の補給物資を積んだ宇宙船が今到着したそうです。船の修理もブラマン諸財閥の方に手伝ってもらってますから、間もなく終わります。力を貸してもらえて本当に助かりましたね。向こうはあの図体だ。移動には時間がかかる。多少リスクはあるが、長距離のクロノドライブ航行を繰り返せばきっと追い抜けるだろう。マイヤーズ司令、ダルノー・ブラマンシュ氏から司令宛に通信が入っています。あなたが司令官ですかな。お初にお目にかかる。ダルノー・ブラマンシュと申します。うちの娘がお世話になっています。それと私のことはダルノーと呼んでくださって結構。いや、当然のことをしたまでです。我がブラマンシュグループは総力を挙げてあなた方を支援します。我々もエオニアの反乱によって大変な損害を被っておりますからな。どれほどの資産が失われたか想像もつかん。これ以上あのような連中をのさばらせていたら、王国の経済は破綻してしまう。そうなればブラマンシュも共倒れです。あなた方には何としても早急にクーデターを鎮圧していただきたい。頼みましたぞ。結構。時にミントはどうしていますかな。ええ、久しぶりに故郷へ戻ってきたのだから連絡を一つもよこせばよいもの。なるほど、確かに私は娘に嫌われているようですからな。率直だな君は。この私に対してこうもはっきりという人間は久しぶりだ。別に怒っているわけではないから安心したまえ。なるほど、確かに興味深いな。なかなかどうして歯ごたえがありそうだ。いや、こちらの話です。ミントには連絡するようにと伝えてください。それでは失礼。ちょっと疲れたって顔してやがるな。今のうちに少し休んでおいたらどうだ。タクト、いる？あたしだけど。じゃあ、お邪魔するわね。あのね、私タクトのためにお弁当作ったの。はい、どうぞ。最近忙しくてまともに食事してないんでしょ。私ミルフィーに教わって腕によりをかけて作ったのよ。見て、一
番上が宇宙伊勢海老の丸焼きでしょ。2段目が肉まんとエビチリ、3段目がスパゲッティで、4段目がステーキ、そして5段目が特製ちらし寿司よ。遠慮しないで好きなだけ食べてね。お弁当占いによると、今日はこの取り合わせが最高にラッキーなんだって。さあさ、遠慮なくどうぞ。そうだ、私が食べさせてあげようか。はい、あーんして。もう、そんなに恥ずかしがらなくてもいいじゃない。私、こういうの一度やってみたかったの。おいしい？あたし好みの味付けだから、ちょっと辛いかしら。ねえねえ、こっちのステーキも食べてみて。ねえ、タクト。もしかして、私の料理って、まずい？喜んで欲しくて作ったんだけど、美味しくなかったみたいね。もう無理しないでいいわよ。いいの。言い訳なんてされたら、余計惨めになるだけだもん。補給が終了しました。これより本艦は、惑星ブラマンシュを出航します。マイヤーズ司令、地球ブリッジにお戻りください。じゃあ、私もう行くわね。エルシオール、惑星ブラマンシュの重力圏を離脱しました。まもなくクロノドライブに移行します。どうしたタクト、何か気になることでもあるのか。気を抜くなよ。エルシオールが白き月に向かっていることは、エオニアも当然察知しているはずだ。こちらの取る最短ルートも読まれてるに違いない。今度のドライブアウト直後に惑星フリードの近くを通過するが、そのあたりがヤバそうだな。覚悟ね。死ぬ気なんてかけらもないくせに。お前と意見が合うなんて珍しいな。5秒前、4、3、2、1。クロノスペースに突入しました。艦内各部異常なし。ドライブアウト予定時刻は明朝0800。さてと、それじゃあ最後の褒め休めといくか。先に休ませてもらうぜ、タクト。タクト？
タクト、あたしよ。いいのよ、料理が下手なあたしがいけないんだし。それでね、今度はこれをお願いしようかなって思って。ねえタクト、あたしと交換日記しようよ。うん、最初はあたしが書いておいたから、今度はタクトの番よ。明日の朝取りに行くから、それまでにお願いね。それじゃね。もう、アルモったら、冷やかしちゃダメよ。指令、ちゃんと返事を書いてあげてくださいね。ランファさん、その日記を渡すのに、すごく勇気を振り絞ったと思いますから。はい、おやすみなさい。お疲れ様です。今日からタクトと交換日記を始めることにした。子供の頃からの夢が叶ってとても嬉しい。だけどちょっぴり不安もあるの。タクトが日記を受け取ってくれなかったらどうしよう。ううん、タクトのことだからきっと読んでくれるはず。そう信じてペンを取っています。それで記念すべき1ページ目には何を書いたらいいのかな。今さら自己紹介っていうのも変よね。私の大好きな宇宙明太子丼を食べたの。タクトは宇宙明太子丼好きですか？あー、これ取り消し。いきなり食べ物の話題なんておかしいよね。私は別に食欲だけの女じゃないんだからね。他にもいっぱい書きたいことがあるのに、思いを綴るのって口で言うより難しいんだね。でも、こうして毎日、私がタクトへの思いを書いて、タクトが私に答えてくれて、ずっと、ずっと日記を続けていけたら嬉しいな。それが、私のささやかな願い、なんちゃって。それでは、長くなるので今日はこの辺で、お返事待ってます。ランファ。